40代の会社社長が2年ほど前から行方が分からなくなり、警視庁が別の事件で逮捕されている知り合いの男らの供述に基づいて前橋市内の住宅の敷地を捜索した結果、白骨化した遺体が見つかりました。警視庁は行方不明の社長とみて確認を進めるとともに、死体遺棄の疑いで捜査を進めることにしています。行方が分からなくなっているのは茨城県の60代の会社社長の男性で、2年ほど前から行方が分からなくなっていると東京都内に住む家族から捜索願いが出ていました。警視庁は会社社長が何らかの事件に巻き込まれた疑いがあるとみて、別の事件で逮捕されている知り合いの男らから事情を聞いたところ、社長の遺体を以前住んでいた前橋市内の住宅に埋めたなどと供述したということです。このため今日午後、供述に基づいて前橋市内の住宅があった敷地を捜索した結果、捜索を始めてからおよそ4時間後の今日午後4時ごろ、地中から白骨化した遺体が見つかりました。これまでの調べで会社社長は土木関連会社など20社ほどの会社で社長や役員を務めていて、男らとの間で金銭をめぐるトラブルになっていたということです。警視庁は見つかった遺体は行方不明になっている会社社長とみて確認を進めるとともに、死体遺棄の疑いで捜査することにしています。働きながら技術を学ぶ外国人技能実習制度で来日した外国人が相次いで実習先から失踪した後、去年400人以上が難民申請し、中でもミャンマー人は失踪した人とほぼ同数の100人以上に上っていたことが分かりました。難民申請から一定期間が経てば原則として就労が認められる制度を悪用しているものとみられ、専門家は本来救うべき難民の審査に影響が出ており制度の見直しが必要だと指摘しています。外国人技能実習制度は